こんにちは、ネイチャーエンジニアの亀田です。今回紹介する虫は、毒々しいけど怖くない芋虫、フクラスズメです。パートナーのワン吉と一緒に紹介していきます。フクラスズメはガの仲間で、写真のものがフクラスズメの幼虫の姿です。赤、黒、黄色のド派手な姿をしているし、毛虫だし、なんだか毒々しい姿ですよね。実はサイズも大きくて、7、8センチもの大きさがあります。初めて見たら危険な毛虫に見えると思いますし、僕自身初めて出会った時は毒毛虫だと思って、恐る恐る距離をとって写真を撮りました。ところが、フクラスズメの幼虫は無毒。全く怖い虫ではないんです。フクラスズメの幼虫は毒を持たない代わりにある必殺技を持ちます。それが首振り威嚇。体をエビ反りの状態にして首を尋常でない速さで振るのです。その行動がこちら。僕が初めてこの行動を見たときは、毒を持っている上にこんなに攻撃的なのか、と恐怖を感じたものでした。ところが、この首振り行動は彼ら自身にも相当負担がある行為。この行動をとった後には、それまで食べていた餌を吐き出してしまうことがあるんです。彼らは植物の葉っぱを食べるので、緑や茶色の血を吐き出しているようにも見えます。そんな姿を見てから、僕はなんだかけなげで可愛らしく思うようになってしまい、彼らを観察するときはできるだけ驚かさないようにと意識しています。このように、フクラスズメは敵にダメージを与えるような武器を持ちません。そのために、外見や威嚇行動でそもそも攻撃がされないようにする戦略をとっている虫なんですね。その必死で生き残ろうとする姿を見ていると、フクラスズメは怖いどころか、むしろ可愛らしさを感じられるようになりますよ。フクラスズメは成虫の姿もとっても魅力的。ダークブラウンの地に星のようなブルーの点があしらわれたとっても美しい羽を持っているのです。ところで、フクラスズメって変な名前じゃないですか？この名前の由来は成虫の姿から来ているようで、成虫の外見が鳥のスズメに似ているということからだそうです。しかし残念ながら僕には成虫の姿からスズメは連想できませんでした。もしかしたら命名した人は観察した時にスズメだと感じる特定の状況があったのかもしれませんね。フクラスズメの幼虫はカラムシという植物の葉を食べます。カラムシは里山的な環境にはよくあるし、幼虫の姿が目立つので、幼虫はよく見つかります。それに対して、成虫は幼虫の数ほどは見当たらないイメージがあります。なぜなら、成虫は夜行性であるため、昼間はあまり姿を見せないのですね。でもたまに、昼間でも木の幹などにいることもあるので、もし出会えたら美しい羽の模様も観察してみてください。ネイチャーエンジニア生き物チャンネルでは身近になれるいろいろな生き物たちの紹介をしています。もし参考になったと思ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。